俳優の神木隆之介が主演を務める TBS 系日曜劇場海に眠るダイヤモンド、毎週日曜は9時。初回から同じ島で育った幼馴染なのに、杉咲月演じる調子に対してなぜか憎まれ口を叩いてしまう百合子を演じる土屋太大鳥の演技に、こんな太大鳥ちゃんが見たかった、今までにない役柄でビジュアルも最高と視聴者もすぐに SNS で反応した。新境地の役柄を演じる土屋にファンも歓喜し、改めて高い演技力に注目が集まる中、土屋がこれまでの放送を通して感じたこと、思いを語った。まずはじめにこれまでの放送を見ての感想や反響を聞くと、個人的な印象ですが、最近の日曜劇場は社会の中で人々が生き抜く姿を描くとき、強さが印象に残る作品が多かった気がします。私もワクワクと拝見し時に参加しましたが、今回は物語の矢印が上に向かうのではなく、海を巡る海流のようにじっくりと思いやりや家族や愛情を通して社会を見つめていて、何かを本気で大切にするということはどういうことなのか、見てくださる方々と一緒に考えつつ育てる作品なのかなと感じていますと、6年ぶりの出演となった日曜劇場枠の印象や作品についてコメント。続いて明日放送となる第4話の台本を読んだ時の印象については、オファーをいただいた時から百合子の心の傷はあまりに深くて、ただ真剣に取り組むだけでは表現しきれないのではないかと感じていました。その思いを監督、プロデューサーさん、脚本家さんと話し合い、そのやり取りを通して百合子に出会おうと決めたのです。ですので4話の台本の表紙を開くとき、改めて百合子、生きようと心で呼びかけました。責任と覚悟を持って百合子を丁寧に生きることだけを大切にしようと思いましたと、長崎で8月を過ごすそれぞれが心に抱く思いや幼馴染たちの確執が紐解かれていく第4話への思いを語った。